はい、皆さんどうもこんにちは、トミーとハルとあかりです。はい、前回の、ね、動画を見ていただいた方は、分かるかもしれませんが、今回ゲストあかりちゃんの出演の第2弾ということで、まあ、前回は、まあ、アメリカの、ね、バレエ学校でどのように、ね、学んでいたとか、まあ、ぶっちゃけた話とかも、ね、いろいろしてもらったんですけどね、今回はそのバレエ学校以降の今現在に至るまでのお話を聞いていこうかなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。じゃあまず最初、バレエ学校時代のオーディション方法、まあ、バレエ団を探すオーディション方法、どういう活動をしてましたか？まあ、もう本当にアメリカはいっぱいカンパニーあるんですけど、もうそのカンパニーがアメリカ国内各地でオーディション開催するみたいな感じで、大体の大都市行ったらそのカンパニーが来てくれるんですよ。オーディションツアーみたいな感じで買ったりしてて、結構でシカゴ結構大きい都市だったんで、何個かのカンパニーまあ、結構もうシカゴに来てオーディション開催しますっていうのがあって、でそれに週末受けに行くって感じで毎週末行ってて、まあたまには現地そのバレエ団の現地に行ってオーディション受けに行くこともあったんですけど、だから楽ちんっちゃ楽ちんです。インビテーション制じゃなくて誰でもいいよ、でもその代わりお金払わないといけないって、それがね今はどうなってるか分かんないけど、20ドルとか15ドルぐらい1回のオーディションで払って、でも誰でもウェルカムやったから100人とか何百人とかいて、まあ大変です。ビジネスだよね。ビジネス、ビジネスしてるなって、ヨーロッパはないね。お金払うオーディションはない、ね、グランドオーディションぐらい。でもその代わりこう自分で行かなきゃいけないから飛行機代って考えたら全然安いよね。得だよね。じゃあもうそれは本当バレエ学校に在籍してトレーニーとかの時からもう受けてます、ね、ウェブサイトで調べたり、あとはもうその学校の先生があなただったらここが合うんじゃないっていうリストに作ってくれて、送りなさいって受けに行きなさいって言ってくれたり、彼もそのアメリカのバレエ団いろんなところよく知ってるから、あなたの踊りだったらここがいい、ここがいいってリスト作ってくれて挑戦しなさいって聞いていいのか、どういうところを受けました、オーランドバレー、テキサスバレー、コロラドバレー、カナダの方も受けに行ったりもしたし、規模が違うよね。そのヨーロッパもね、各都市各町に劇場はあるけど、その劇場があってもバレエ団がないところとかもだらにあるだろう、アメリカってスポーツ大国のイメージしか僕らないから、そこまでこう数多くのバレエ団があるっていうのは正直知らない人の方が多いんじゃないかなって思うし、だって今ね出てきたバレエ団の組織、僕メジャーリーグのチームしかないと思ったら確かに有名よね、有名有名そこ、だから本当にそのイメージしかないから、アメリカで受けてたオーディションとかで気をつけていたこととか意識していたこと、踊りとして成立させることを意識してた。センターとかで例えばアダージュとかも、ね、グランワールとかいろいろあるけど、そうやって20秒ぐらいやんか、長くても、でも綺麗な形を作るとか何回もあるとかじゃなくて、その20秒でも作品やと思ってもらえるように、振りもらったらまっすぐ、ね、振りを覚えるのは当たり前やけど、そこで自分はどこを見せたいか、どういう風につなげていくかっていうのを考えて踊るようには工夫してたかな。すげえ。じゃないとやっぱり内面を見てるやろうし、この人はどういう踊りをするんやっていうのを見てるやろうから、監督たちは私はこういう踊りを20秒でもなんか作り上げたいなと思って踊ってはいた。すごい。考えたことなやっぱアメリカのオーディションの規模がやっぱさっきもね大きいって、人数も多い。1回のオーディション、まあいろんな国籍の方が受けると思うんだけど、日本人とかアジア人って多分だいぶ多いと思うんだけど、多かった。例えば100人規模だったら割合と、アジア系、まあアメリカに国籍は持ってるやんで、アジア人やなっていう人も入れたらやっぱり30人とか、まあ結構多いね。でもやっぱりなんかアジア人は嫌っていうのもあって、なんかバーとかしてる間にバーって並んでバーしてるけど、その監督たちが書類持って、顔写真ついた書類持ってチェックしながら、なんか明らかに白人の子、金髪で白人の子しかアリの方に残してなくて、あーって思って、
でやっぱりどんどん、まあ、100人規模とかのオーディションやからどんどん切られていくし、うん、バーで終わったら切られてセンターの途中で切られてみたいな感じやし、うん、そういうのは感じたかな。バーで切られるっていうのは、うん、その残れる人だけ呼ばれるとか、それどういうのそっちだったかな、なんかいろいろやけどどっちもあったけど、カンパニーによって、ね、残れる人が呼ばれたり、そこで終わり切られる人が呼ばれたり、いろいろやったから。あれはあの家族だったり、あ、それはないそれはないそんなことあるんね、あるんかな、こんなんなんかコーラスライト、まあ、あ、そんなイメージだから、あ、そうはなかった、それはない、さすがにのオーディション新鮮だね。うん、結構みんなイケイケ。そうね。なんかやっぱヨーロッパでも受けたけど、うん、あ、ちゃうなって、雰囲気ちゃうなってなって。え、どんな感じ？なんやろな。もう我が我がって。あ、やっぱりアピールはすごいし、すっごい奇抜な色のレオタード着てきたり。いや、うん。でもそれは。まあそれはあるか。まあ日本でもね、こう。関西圏とかはコンクールとかはそんなイメージだったから、まあそうね、関西のコンクールはそうや、こうバータリーとかもね、うもうイケイケイケ、私も私がだから、うん、地方勢からしたら確かに、そうやって教えられてた、私もやってた、バータリーとか、うん、うん、じゃあね、慣れっこやから、そうそうそう、まあでもやっぱヨーロッパと比べたら雰囲気ちゃうなって思うかな、うん、そういう自己アピールがね、ないと、うん、取ってくれないから、うん、アメリカのバレーオーディションで、その後はどのような、ちょっと決まったんですけど、一つのカンパニーに、うんうん、でサインまでして送ったけど、うん、ビザが無理ってなって、その話が流れちゃって、でもう、ね、行くとこもなかったから、じゃあ日本に帰るしかなかったし、で2年間日本に帰ってバイトしながらお金貯めて、冬になるとオーディションに出かける生活を2年続けてて、これ折れる人結構多分いると思う、僕の知り合いとかでもビザが取れなくて帰ってきたりとかして心が折れたんだろうね、バレー辞めるって方って結構いたから、次に向けて行動できてるってすごい、多分やっぱりそのジョフリで3年間学んで、もっと踊りたいって、ちゃんと踊りたい、プロとして踊りたいって気持ちがもっと強くなったから、もうちょっと頑張ろうって思いたいと思うかな。噂でよく聞くレベルのコントラクトもらったけどビザダメっていう、本当にあんだね、あるあるある、だからサインしたからって喜べない、あんまし周りに私どこどこ行くんですとは言えなくて、ちゃんとビザ出てからじゃないとオフィシャルにならないかなと思う。たまに聞くんですけど、ビザ取るまで、コントラクトからビザ取るまでとかによく弁護士を立てるとか、お金をすごい払うとかって聞かれて、まあ、ヨーロッパはそんなことないから、その件は本当に弁護士立ててるあるし、やっぱりそうじゃないと取れないぐらいに難しいし、書類とかもすっごいいるし、大体多分大きいカンパニーだったら弁護士を持ってる、うんうん、カンパニー自身がいい弁護士さんとか持ってるから、そこにやってもらうってなって、うん、でちっちゃいカンパニーとかだったら多分自分たちでやっと取らないといけないのかなって、やっぱりすっごい費用もかかるし、時間も費用も、ね、かかるから大変かな、まあ、でかいところは大丈夫だもん、うん、かといって、小さいところでも普通に日本人が働いてたりとかって、うん、多分、いっぱい働いてる、たくさんの方が働いてるから、そこ不思議だよね、個人でいい弁護士をやってるのか、でもちゃんとビザあって、みんなその人たちも働いてるから、うん、違法でもないし、うん、すごい勉強になるのか、知らない知識だから、ね、アメリカ側の、ね、ヨーロッパはね、多少みんな共通で知ってるような知識多いと。でも私の友達ももし自分で雇って作るためにお金も払って時間も何年1年ぐらいかけたけど取れなくてパーになって全部が無駄になっちゃってっていうのはいました友達に。うわ、書類を集めて弁護士いい人雇っても取れないこともある、取れない、確かに。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらから、おすすめの動画はこちらから、インスタグラムもやっていますのでフォローとチェックお願いします。それではまた次回の動画で、バイバイ。